times good, still I got you. Still kiss, and so I do. Now I'm embarrassed, but just a little bit. ではスキンケアをやっていきます。まず化粧水をたっぷり塗ります。手で押さえるようにしてつけていきます。夏場はエアコンで意外と乾燥しやすいので、しっかりね水分を入れていきます。そしたら次はこちらを使います。ナチュラルマジェスティのモロッコ 100% オーガニック内輪サボテンオイル、こちらを使ってオイルパックをしていきます。このオイルはもう私の動画で何回も出てきているので知ってる方も多いかなと思います。まず5プッシュくらい贅沢に出してたっぷりね全体に塗っていきます。
で、こちらのオイルはモロッコの希少なオイルで、このオイル1リットル採取するために約10トンのウチワサボテンの種子が必要と言われています。エイジングケアにいいとされているビタミン E とリノール酸が豊富に含まれています。こういったね、美容液が角質層へ浸透することで肌に潤いを与えてくれたり、肌のハリツヤ不足や乾燥によるくすみなどにもいいそうです。こんな感じでたっぷり塗れたらラップで蓋をしていきます。目と鼻を出すようにしてつけていきます。ちょっと細かいんですけど、私はね4回に分けてつけていきました。で、このまま5分から10分放置します。より浸透させたかったらホットタオルで押さえて蒸すのがおすすめです。スペシャルケアにねめちゃくちゃいいです。で、今日は体もねポカポカしているので、このまま放置していきます。その間にボディクリームをね塗っていきます。最近は妊娠線のケアや乾燥予防のために保湿をしっかりしていて、化粧水をつけてからクリームを塗ってます。で、最後にお腹付近にオイルをつけて蓋をしてます。顔と同じようにね丁寧にやってますね。はい、10分ほど経ったので外していきます。全体的になじませます。で、余ったオイルは首とか手に塗ったり、今はねお腹につけたりしてますね。贅沢な再利用をしてます。今日はちょっと乾燥してたのか結構残ってなくて、しっかり浸透したかなっていう感じがあったんですけど、顔にね残ってる感じがあったらティッシュオフをしたりホットタオルで拭き取ったりしてます。はい、こんな感じです。もちもちプルプルになりました。普通に塗るだけでもめちゃくちゃ実感あるのに、パックをするとね肌がすごくいい感じになるので、スペシャルケアとしてやってます。本当にこのオイルを使うと翌朝の肌が全然違うんですよね。朝の洗顔後もツヤツヤツルツルになります。スキンケアにプラスするのはもちろんいいんですけど、メイク前に使うのもおすすめです。ベタベタしないので綺麗なツヤ肌にしてくれます。で、香りはきつくはないんですけど、天然の香りっていう感じですね。香りは10分ぐらいでなくなるので、香りに慣れてない方でも使いやすいんじゃないかなと思います。冬にねよく使ってたけど、夏も意外と乾燥しやすい時期なので、夏にもすごくいいですね。はい、これでスキンケア完了です。I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now always in your hands. Won't you be my guide and let me follow?
はい、ということで今回はとある日のナイトルーティーンを撮ってみました。今回使用していたうちわサボテンオイルは私がね何度もリピートしているオイルで、これを使うとふっくらツヤツヤになったり化粧のりが良くなるのでめちゃくちゃ気に入ってます。私のは30ミリだったけど10ミリタイプもねあるので試しやすいかなと思います。気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで最後まで見ていただきありがとうございました。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。